ハリフラワーの19時からはい、始まってますかああ<ー>はい、始まってますいいですねーハリハフラワーの19時からでございまーすよろしくお願いしますーす今回は収録ということで収録,、ね、収録なんですよね収録なんですよねだから言ったら、今さっき生放送終わったさはい、うん、あのー、4月10日のうんえー、19時から19時から終わりましたええ19時から終わってはい で、今、四月十日の二十時です。うんうん、<laughs> そうね、四月十日の二十時、<ー>花浦和の二十時からになってますね、<う>今はね。だから、まあ、うん、な、俺が、このラジオを聞いてるってことは。うん、<laughs> <お>ってことができるってことやな。<laughs> そうね。今、このラジオを聞いてるってことは。うそう。 20時ってこと。それ19時だ。4月17の19時ってことだから。ややこしいわ。あ、そうね、そうね。な20時やってるけど19時ってことね。だから未来の俺にあの今メモ残してるってこと。そう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 。未来のじゃなんか残す？未来の自分に今何やってるかって。そう。うん。言うことできるよ今。今何やってるかあそっか。そうね。 来週の19時そうだから今このラジオを聞いてるってことは、うん、お前は今、うん、ネタ絞りのネタ見せをしてるいうことですそういうことです聞いてる場合じゃないです<ー>、はい、すいませんがネタ絞りのネタ見せをしてるってことだな <laughs> そうですよだからどうだ受けてるか<ー>未来の俺受けてるか,受けてるかどうだ 周りにヒゲ丸はいるかなんで休まんだろあいつヒゲ丸は来てるか来てるかヒゲ丸でヒゲ丸にも言えるもんな言ったらなヒゲ丸にも言えるおいヒゲ丸おいヒゲ丸でそのヒゲ丸って言ってる時に俺は隣にいるわけだからヒゲ丸のあもうそれを想定してるそうそうそうあーなるほどねだからうんプロポーズできるよこれ今どういうことどういうことあーなるほどねうん ラジオでプロポーズだから今この時間今これ収録だから今のこの時間ねだから一緒にいてお相手と一緒にいてじゃあちょっとラジオでも聞くかあいいねポチっと押したら誰誰俺だ俺だよ冷める冷めるって俺だよ俺だよじゃないよ だよこれを聞いてるってことは俺は隣にいるってことだよねそうねもう告白できるって確定での話よねもうこれってそこでいさこそなければねそうそれで言うって言うってか協力したいっすねなんかそれも何をあのそれこそだからリスナーさんがそういうのをやりたいですってなったらえ 今これを聞いてるってことはそちらに何々さんと何々さんがいるってことですよねなるほど一言あるみたいですよっていうなんかそういうの19時19時19時にプロポーズ水曜の19時にプロポーズする人早いよ早い時間がそうもっといいぐらいじゃんディーナ夕飯食べて早い早い早い夜景もだい暗くなってくるでしょ20時以降じゃないプロポーズって あ知らんけど <laughs> 知らんけどな知らんけどマジでなんかなんとなくだけどなん収録早いなーっていうコメントもいろいろありますねなんとなくだけど20時以降って感じがするけどな 勝手にねプロポーズはやったことないからそうね分からないけど正直何時でもいいんだけど夜っていうわけではないんだけど夜か夕方夕方のなんかこのサンセットああなるほど夕日が沈む結局ロマンチックにやりたい人たち午前中にプロポーズする人いないだろ朝起きておはようつって枕元に指はいや朝だよって なんかいやーカーテン開けて朝日見ながら<ー>なんかプロポーズでカーテン開けたら、うん、ガラスに指輪がくっついてるとかいやーシャカーテン開けてみーっつって、うん、シャって開けたらこう、うん、指輪がハりテープでこうくっついてるみたい,ないやテープかいしかも <laughs> えーってなるり。いやもう可愛いんじゃない。何これ。何これ。<laughs> 寝ぼけてる。何これ。まだ彼女寝ぼけてる。可愛い,い。これ誰か来たんかな。ゆっくりだな。<laughs> 誰か来たんかな。これってなるよ。 いや、午前中にはいないよ午前中はいいなか夕方か夜ね勝手なねそういうのもちょっとねあの協力したいのでね後々はねああプロポーズしたいそう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 全然いいっすよね全然やりますからはい、よろしくお願いしますええそしてえっと引き続き「なぞなぞ」出た早っ はい、はいって、<laughs> じゃあ、告知募集してますってこと。ああ、そういうことね。はい。謎、謎とか、<ー>えー、謎かけとか、<ー>そういうのを募集してますのでね。はい、よろしくお願いします。はい、ツイキャスはちょっと今日はやってないので、りょうじのインスタライブで。 やってますよろしくお願いします。収録の時に。収録の時に。だからな、このインスタライブもだから未来へ、未来へ行くってことね。未来へ、だから俺はこれ読むから、コメントを。未来のだから、見てる方たちにもね、言えますからね。4月17日、これが相対性理論ってやつか。そう。 そう俺もよく分からんけど俺もよく未来の俺たち聞いてか当たってるかなんかでもかすってそうではあるよんかそう時空を超えてみたいなのありそうよ相対性理論最近だからカシスオレンジのポッポお友達とね飲みに行きました行ってきたんだありがとうございます行ってた もう本当に俺飲みに行くかみたいな感じ言ってたよな水中で喋ってるオレンジのこんな感じでしょまあまあねもう俺本当に飲みに行くかみたいな感じだったそうだからあいつなんかちょっとや飲みに行くかみたいな俺が返事してないみたいな感じだったけど俺が誘ったのよ飲みにこの日行こうってあこの日飲みに行こうそうで ちょっと待ってようからの連絡がなかったのよ、うん、ずっでそれで、うん、近所さんも一緒にいるときに、うん、何も連絡ないときに思う本当に飲みに行くのかとか言うから、うん、ちょっと立場が違うの、うん、あいつ、うん、マジで <laughs> マジであいつ <laughs> お前マチなのお前マチなのよっていう、うん、それが行けるのかって聞いて。 けるはずみたいな感じだったからいけるとは言わないそうそういけるはずからの連絡なかったから俺が連絡してまたその当日にねどうするいけるか当日にそうそう当日って何当日ってその日ってことその日そうだろそれそうだろいやちょっと今分からんくなって相対性理論だえいや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 いいや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 いいいや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 い その飲む当日になってポッポに「どうする?」って「飲むか?」って言ったら「飲むか?」っていうかちょっと時間より「早めに飲むか?」って言ったのよ予定してる時間より「ん?」みたいなあいつ「ん?」みたいな「早めって何?」みたいな感じ電話電話じゃない「LINE」で「ん?」「早め?」「何?」みたいな。

友達も来るみたいな知り合いが来るからそれまでの間は2人で飲もうってなって誰の友達私のあ両親の友達そう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 でポッポも別に人見知りとかもしないからああそうだな呼んでいいっつって「いいよ」ってなってで呼んででまあそれその人が来るまでの間ね一緒に飲んでたんですけど2人で二人で飲んでてなんか1軒目行った居酒屋がちっちゃいレトロな感じの居酒屋でおあ 大将ももうおじちゃん頑固そうなおじちゃんで頭にねじり鉢巻き巻いてあいいですねおじちゃんスキンスキンじゃない角刈りえもうザおじちゃん角刈りで頭ねじり鉢巻でねじり鉢巻きで眼鏡大きめの眼鏡かけててもうほんとにザ昭和のおじちゃん白 T 白シャツにベストつけてたえ ちょっと待って首から下誰かのっていう首から下は誰かのお下がりですかっていう感じなんでちょっと首から下がちょっとだから一瞬こんからがう思ってたのと違うかったな今マジでそうでしょ別の人別の人別の人だけじゃない前通っただけ違いますそのおじちゃん えー、でまあ人数もね友達も来るから、うん、だから「テーブル席でいいですか?」って予約し「俺予約して、うん、テーブル席で」つって予約して「分、うん、かりました」ってなってでまあ入りましたその時は2人、うん、2> そしたらもうなんかあの「予約したあるか垣です」っつってうん、うん、2>, 2人いるのよこの頑固そうなおじいちゃんともう1人若い女性が店員がいて女性が「あ予約の。 さんじゃあテーブル席どうぞ」みたいな案内されて「ありがとうございます」ってなんか「あ人数増えます?」みたいな言われて「あそうです今から来ますね」ってテーブルにじゃあって言ったらおじいちゃんが「おう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 コントそれコントええコントそれ」っいやいやいやあの今から人来るんでテーブルでその何あのその感じはどんな感じなのちょっとね店主もね寄ってんのよ あ、ううカウントそれ」みたいないやもうこんな陽気な感じじゃなかった「ううううう」「カウントそれ」「カウント」みたいなちょっと怖い感じそう俺も初めてだからちょっと怖っと思って角刈りで眼鏡でねじりはじまき白シャツベストだからそこなんだよなそこが違うんだよなで「カウントそれ」って言って「いやあいや今から人も来るからちょっとテーブル席でいいですか?」 可愛い店員がいるんだから、お前、カウンターでおかみながら飲めよ、お前。お前らみたいな。そうっすね、って言いながら、テーブルに座って。テーブル座ってんか、お前。そうっすね、とか言いながら。テーブルに座って。毎年正解かもな。そうね、カウンターで飲むわけないんだから、われは。だって、あの、何やか分かってないから。そう、まずね、ねじりはちまき。下は、あの。下は白シャツのベスト。ベスト。 なんかあの中華の海鮮海上海鮮 <laughs> 上海鮮で下わ下中華ちょっともう,もう味ごっちゃごっちゃする、うんうん、そんなジャンルが違う、うん、上下はいまあそんな感じの居酒屋でまあ飲んで、うん、なんかメニューもちょっと面白チックなユニークな,なんか居酒屋だ、ね、あいいなのメニューもビール、うん、500ウォンとか書いてある。<laughs> <laughs> んか「テキーラ500元」みたいな「で何々600ペソ」とかああはいはいはいあこれどういうことだろうと思って最初最初わかるだろ何と思ってでビールの中でもいろいろ種類やって一個えんだ500ドルっていうのもあるんだよおおドル高くないなよ いいややあっちも多分ドルはちょっとややこしいかもなって思うけど勘違いする人いるかもしれないなみたいなお店側もなでもそういうところでね飲みましてでもうめちゃくちゃ人もいっぱいいてにぎわってるのよちっちゃい居酒屋だけどでみんなが友達みたいな感じお客さんへえいろんな席回る人もいるし そう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 でそんな中で苦手だわ俺そう俺はそういうの苦手だねゆっくり飲みたい、うん、もっとね苦手になるかもあ,あ,あのずっとうろついてるギャルがいるのよああ おースカートの短いギャルが「<ー>イエーイ!」みたいな感じ <laughs> もう後ろでね俺らのテーブルの後ろ<ー>カウンターのところをうろうろしていろ<ー>んな席に座ってるの結構いたんだじゃあお客さんそうそうそうカウンターはもうほぼ埋まってる状態ああそうなんだそうであなんかうろついてるなと思いながら、うん、俺らはもう別に関係なくポッポと喋りながら飲んでさ、うん、でそしたら「ウェイ!」って声が近づいてきて 飲んでるってテーブルに来始め。飲んでる酒減ってないんじゃないって言いながらさ、このレディーが来るわけよ。で、ああ、来たとって。くっそ、来てしまった。でも、ギャルでスカートも短い。ちょっとエロいのよ。ええ。なんか。ええーって言いながら。 ゆうちゃみだったら許すけどなうだったらもう全然よ。俺ゆうちゃみ好きだから。うん、ああそう。ゆうちゃみだったら許してるけどね。もうねめちゃくちゃスカートもうパンツ見えるんじゃないかってぐらい短いのよ。な何ギャルえっとねちょっと小麦。小麦肌のみちょぱ系。みちょ,ぱ系,みちょぱ系だね。あ<ー>あ。ニコルン系じゃなくてみちょっぱ系。はいそっちね。ウ、うん、ええー、って言いながら入ってきて。いや <laughs> でこうなんか飲んでるって話し,しながらさっ、うん、ていうかスカート短いなみたいな話になったのよ<ー>で「いえどこ見てるんすか?」みたいな「<ー>いやパンツ見えそうだな」っていう話になって、うん、で「いえパンツんならパンツ見えてんか?」って「お<ー>何色だと思う?」みたいな「ギャルだな」<laughs> がギャルだな何どこ見てるんすか何色だと思うみたいな感じでああまあ黒かな黒黒いや違う違う違うみたいな灰色とかいるからいやまあ見ようによっちゃ灰色に見えるけどみたいな感じだねでちょっとさこのパンツの話からちょっとなんかそういうななんかんだろう大人なセクシーな話もう好きじゃん下ネタ酒も入ってる酒も入ってるしこれいい盛り上がるぞと思ったらポッポが「いや何?」 トトリックアーみたいな何がよ何がよ身をによっちゃ色が変わるってんかトリックアートコヤみたいな人によっては見える色が違いますって下ネタの話に行こうとしたらあいつがなんかツッコミで全部遮ってくるうトリックアートコヤうわトリックアートって何を受けるみたいな感じギャルだなそうギャルは徹底してギャルギャルはもうずっと徹底してギャル徹底してギャルだなもうそんな感じの飲み会が沖縄にもいるんだ めちゃくちゃギャルだったね。うん。じゃ友達読んでいいみたいな感じで、でなんかでなになにちゃんみたいな来てみたいな感じで、で五分後ぐらいにあ来た来たっつったらもう一人ギャルが増えて、はい受けるみたいな感じ。そう。すご。でねじれはき鉢巻の元夫親父ともめっちゃ仲良い。めちゃくちゃ仲良い。あのおじさんはその天使ねじれ鉢巻の。 その両次とポッポが、うん、そのパンツの話してる時酔っ払ってるし、うん、他の宅で飲んでたあー <laughs> ならいいわならいいわおじちゃんもならいいわそうそうそうここでもめっちゃ面白い居酒屋だったお通しがね、うん、まず。 なんだろう小鉢3個連続で並んでるみたいなの細長いお皿あ,ーあ,る、ね、あれにポンポンポンって並んでる白いやつだそうそうそう<ー>白いやつになんかいろいろ乗ってるやつがバーって来て「お通しでーす」みたいなああああ「ありがとうございます」って言ってお通し食べながら飲んで何食べるか串とかいいなーとか話しながらさ飲んでたら、うん、また店員さんが「うん、失礼します」お通しでーす」って。えー 持ってきたね。一人一皿。一人一皿のスンドゥブが出てきた。小鍋いや、なんか、ちっちゃい丼みたいに入った。でもまあまあ量あるよ。銀、銀銀じゃない。銀、銀、本格的です。銀じゃない。白い皿のスンドゥブが来て。失礼します。おとしです。スンドゥブが来て。おお、二つと思って。 で失礼しますって出ててお通し2個出てきたなってで飲みながらその時も一応うまいでそうしたら失礼しますお通しでーすとろろと刺身が絡められたまたちょっとなんだろうお椀に入ったさなんかお通しが出てきてお通しお通しです失礼しまーすおのうまい店じゃん おうまい店の話してるびっくりしてお通し3連続で来たからうもうご飯頼んでない、えー、お通しで大満足すごいなそうえででもお通しのお通し代は取られるさうんそれいくらなんえっとね知り合いも途中で来たからでそんな時間も飲んでないからもうん、まあじゃあ俺とポッポで払うわって言って一、うん、人3,000円ぐらい。 三千ああ二人で三千0 0円千0三千ウォンいやいやいいよ別にいやいろいろ違っただろビールだけだろう三千ドルウォンはウォンはビールだけだでもお酒も結構飲んででまあお通しでも満足お通しだけでだけで全然満足お腹もいっぱいなれるっていう状態で一人三千めっちゃ安いまあそうだなめっちゃぐちゃ安いいいっぱい酒頼んでそうそうそう ギャルともれるギャルのパンツが見えるか見えないかの話もできるっていうそうそれもそれも好きで3000円いかがでしょううん那覇だったら行きます一名入りますいや那覇だったらなありがとうございます那覇だったらね沖縄しか遠いんだよなでも楽しかったですねめっちゃいいないいいい飲み会 いいわいい飲み会ですよねそういうなんかそ、あのー、でも「ポッポ」って入ったやつこれはお店いや「ポッポ,ッポッポ」ポッポじゃない「ポッポッポ」って入ったやつ <laughs> あそう違,う違う違う違うどこがいいかって聞いていろいろ聞いて、あのー、知り合いに教えてもらったなるほどねここいいよあじゃ,じゃあいいんだやっぱり、うん、でしめあのお店が閉まるのも、うん、そのねじり鉢巻きのベスト店主の気まぐれで閉まる、うん、最高だねうん お客さんがいて店主のテンションが高かったらずっと空いてる沖縄市だね沖縄市です沖縄市っぽいねそう11時半ぐらいに閉まるって言ってたけど結構空いてたねえで最後俺らしかいなくてお客さんじゃあもうありがとうございました帰りますってなった時に店主が「おい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 たおいおい出た来い来い来い」って言われて「何すか?」って言ったら「テキーラおぼりふ」っつっておお テキーラ五流おお。気前のいい店主が。えっ、角刈りだよね。角刈り。角刈りねじり巻き。ねじ巻き。もう。なんか、でっかいメ眼鏡。古た眼鏡。古田眼鏡。でっかいメ眼鏡。昭和の。うん。ええ、テキーラ飲んでけ。最後に。ええ。おっ、いいんですか、有吉さん、スーつって。で、バーってさ。テキーラグラス、みんな、ショットグラス、みんな分用意されて。バーってつぐんだけど。ぬるいのよ。テキーラが。多分、ず。っ 最初は冷やしてるけどずっと置いてたんだな。めちゃくちゃぬるいのよ。で、あでもあれですって。お金はいいから飲んで高じゃん。バーって飲んで。ああ、よっしゃまた来ますうううう。ちょっと待て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 。もう一杯テキーラ飲んでくやばい。テキーラ飲んでくだぬるいテキーラ。 つってお金はいいから飲んでる怪しくなるな2杯目から全部全部入れられて2杯目からなんかあっちのこの消費したい感が出てるなちょっと一応おじいちゃんも飲むから怖いのよあっおじいちゃんも一緒に乾杯的な乾杯して飲んでそれなら安心するわで飲んであした2杯もありがとうございますって多分ん500円くらいかなまあそう大体そうやなって聞いって人数分合わせたらまあ 行くけどいい一人千円だからな杯だから。で、あれでしたまた来ます。うううううあかんあかんあかん。あかん。やばい。ティラ飲んでけ。やば。ティマジで。やば。これやばいこれ止まらんと思って。多分瓶がちょっと残り少ないだかこれ多分減らしたいんだと。消費したいんだよ。 もうさすがにきついと思って、もうこれだけ飲んで、もう、もう、行きます、行きますっつって、もう帰りますっつって。二杯飲んで。三杯、四、結局四杯ぐらい飲んだから。おお。でもずっと、おいおいおい。おい、あかん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 。違う違う、待て待て待て。違う違う違う。できる、できる。ずっと。できる。で。突っ込まんからじゃないか。あ、なるほどね。突っ込まないと。突っ込みが落ちるか。いや、多いなって。いや、言った。言った。多い。 まだって。言った。あかん、あかん、あかん。あ、はこの人、マジで関西の人かもわからない。あ、あかん、あかん、あかん。あかん。あかん。あの、もう、あの、あけ、あけね、あけねんって、ゃあけね、あけねんって。あかん、あかん、あかんの安定で、あけね、あけねん。あけね、あけねん。違う、違う、違う。その、あかんじゃない。そしたら、私、もあけねんか。あ、違う、違う、違う。逃がしてくれたんじゃない。もう、だから、きつかったね。

でも怖いのがメニューなんかこう貼られてるのよポンポンポンってあの食堂みたいにポンポンポンっていっぱい貼られてるじゃんメニューあんな感じので縦長いやつに赤い枠のそうそうそうあれに「あの、一発ギャグ」とか書いてあるのよ「うわっ怖い」とか「怖いスタップ細胞」とか書かれてるういいそんなのが並んでる中一発ギャグが目に入って。 一発ギャグあるぜやばいぞとで全部だから600円とか500円とか書いたんだけど一発ギャグだけ690円って書いてあったのよお変な数字だなと思いながらでうわこんなのもあるんだと思いながらでそれでさっきのギャルに戻るけどギャルが「え仕事何してんのって言いよそれ一発ギャグあるお店で仕事何してんのって言われたらもうギャルになそう無理じゃんもうギャルに行ったら店全部に聞かれるそうよそうよ ペンキ屋やってます。<laughs> <laughs> 逃げた。ペンキ屋やってます。逃げたー。ポッポも俺もペンキ屋やってます。逃げた。怖い。<laughs> ペンキの二人じゃないの？ペンキのあ仕事終わりっつって。そうそうそう,そう<ー>今日めっちゃ疲れてるなて。めっちゃ塗ってきたわっつって。怖い。いや怖いもん一発ギャグ。六百九十円。ちょっとまあでも確かに。中段パラ数字。俺も。うん。 多分そこで芸人って言わないでしょ。言わないでしょ。ここで芸人って言うのはすごいよ。そうよね。めちゃくちゃ怖いじゃん。すごいか、本当に分かってない。このサッチ能力。能力、そう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 。で、滑って大泣きよ。マジでなんとセンサー働いたね。あれはまずいと思ってね。いや、いいですね。これはね。これは キャンマーブだったら芸人って言ってるな後輩のキャンマーブだったら芸人って言うキャンマーブとナガディは言うな言うねナガディ怖いね俺らも一緒にいたら先輩も芸人じゃないですか言ってくるタイプ言うなうわ危ないですねはいそんな感じでございますはいじゃあ CM の後は2件目のお話ですお二2件目行ったんだ一旦 CM です楽しみ 1984年創業のカーボディのぼりかわは愛車の修理板金塗装車検 ETC 取り付けなど経験豊富な職人が丁寧に仕上げます鈴木の新車も取り扱っています沖縄市消防本部道向かいカーボディのぼりかわ ギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノ乃湾の楽しみ方がきっと見つかるギノ乃湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道ノ乃湾ヒルズ通りに遊びに来てね 何食べたいお肉牛角カルビとダブルタンボ,ブタンボ黒糖サスバター,ー美味しいラーメン食べるからラー食べたい美味しい<角>やってる牛角牛角技能アンテン好評営業中はい、戻ってきました花フラワの19時からでございます体内時計バグってるな何秒だった3秒えー 2秒待つじゃもういや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 いいよいいよじゃでキャンさんがどうにかするキャンさんにスタッフのキャンさんがねはい収録でお送りしてますそうですね今回収録でお送りしております4月10日にね4月10日にえ10日放送いやこれ17日放送17日放送分ですだから1週間前に撮ってるそうそうそういうことです未来の我々に向けてねはい撮っておりますありがとうございますえっとまあ一件目行ってうん ねじりはちまきの大将の。はい。二軒目行きました。バー。近くのバー。敵でいっぱい飲んで。はい。もう酔っ払ってるよ。もういい感じ。めちゃくちゃ気持ちもいい。<ー>で。何時ぐらいそれ。これがまあ一時。ぐらい,ーいねうー一時になってもう一軒行く。行くみんなでじゃあ行きましょう。すごいなー。行ってで、なんかまあバーに行って。うん。 まあそこからタクシーで向かって俺はもう車で来ててで車置いてちょっと代行で帰るために車も置いてじゃあみんなで俺だけだったら車はいはいはいみんなタクシーで来てたからじゃあもうみんなタクシーで移動しましょうってタクシーで移動してバーに行って、うん、でまあ結構いっぱいにぎわってるまだバーお<う>若いのがいっぱいいたねへえ<ー><っ>沖縄市そう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 <ー>なんか結婚式のなんか終わりとかに、ねはい、人たちとかがいっぱいいる。 でそんなところ行ってうわすごいねそこはフードも出ないもうただうひたさ飲むだけのそこでカラオケしましてね俺はもうカラオケしたらもう一気にスイッチ入るからな何のはいな何の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 スイッチいやだから俺の気持ちのスイッチあ気持ちのスイッチねわかるだろそれいやちょっと分からんかったな気持ちのスイッチって言わんいきなりなんか急に恥ずかしかったな何で これいきなりスイッチ入るって言うだろなんて言うすいや言うけどいやなな何何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 な何何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 飲んでて何何何何何何何い何何何何いう何何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 の何何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 な何何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  酔酔うことなんか酔っ払ってきたとか <laughs> テンション上がるとかってこと スイッチないな別にあのスイッチ入るとか言うしょ別に急に急に恥ずかしいわまあカラオケ歌ったらスイッチが入るとスイッチ入るけどねそこでまあまあポッポも一緒に歌ってもうテキーラ4いってるからそうだなもう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 れはもう恥ずかしさなんですけどもボックスじゃなくても歌えるっていうそうみんな卓で歌ってるけど俺らはもうちょっとホールとかに出てて立って歌ってポッポと2人で。 やってるね影響受けたんじゃない何をギャルの俺らも歌うギャルの影響受けたんじゃちょっと森山直太朗の「生きとし生ける人」とか歌ってあら渋いよねそんな席で歌うやそういう歌ホールでそういう歌はめちゃくちゃでかい声で歌うでねでんかもう我々のちょっとよくないところだねおちょっと出たねおお 寄ってるしスイッチ入ってるし<う>、<laughs> <laughs> スイッチ入ってる。<laughs> あの、誰かが、男性が、あの、ディッシュの猫はははいいいを入れて、夕焼け、そう、君がいなくなる、あの猫入れてで、猫いいなと思いながら、聞きながら飲んで、歌もうまいのよめちゃくちゃ。アイミオン、アイミオン、サク作サクシ、サク 歌ってときにサビぐらいで俺ら二人猫だからいいタイミングで猫歌ってからいいタイミングっていうかバレるかバレないかぐらいのはざまでテーブルでだろ俺らテうブルでねんう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 ん それぞれの宅でマイク使えるのよ<う>でそれで猫,そ猫立ってる時に俺らのマイクで最悪だわスピーカーから君がいなくなる<う>最悪だわ <laughs> <laughs> 最悪だわおい俺はもう最悪だわ <laughs> <laughs> 最悪だわ。いやちゃんと全部言ってるぞお前。全部言ってるぞ。バレるかバレないかぐらいでね。バレてるって。言いながら。バレてるってそれ。で、あのって、そう知り合いも、いやこれバレる怖怖みたいな。バレるバレるつって。ちょ気付けてみたいな感じ。で、その人、止めれよ。その人も歌ってる人も、っ聞こえるもんだから。 周りすんのよ猫がいるよきタイミングで猫が潜んでるぞってそれがめっちゃ面白くて俺ら面白いでも俺らだけでめっちゃ違和感があればめちゃくちゃ申し訳ないしめちゃくちゃ失礼なことしてカラオケしかも100円かかるから1曲それで俺らは 最悪やんかもうどっかにいるなみたいな200円払えそうみたいな感じが200円ニャみたいに言うなニャみたいに言うな200円200円のことねの泣き声みたいに言うこんながったで俺はまだ「もう。てさ「し」とか「し」っでやばいってでちょっと抑え気味でね 言ってたのよそうポッポがね良くなかったねあいつがね俺はまだいいよってなるよあいつもあいつもって言ってたんだけどあいつもなんか変なテンションなって猫の夜の喧嘩喧嘩気づくってそれはさすがにこっち見てたうわ最悪 いや俺のふうだったらもうなんかキョロキョロしてたのに、うんこ。これ歌ってる人が聞いてたらやばいよこれ。来るよ。ギノワン FM ギノワン。沖縄しで飲んでたんでしょ。うん、そうもしかしたらいるよマジ。いやギノワンの人だよ。いやまあでもねいろんな居酒屋でそれが行われてるかもしれないし、ね。いやあるか。うん、そんな猫歌ってる最中に知らない人がニヤって言わんの。<laughs> バレないように。 これでめっちゃ一応この俺らのタクはめっちゃウケていやー一応面白いではあるけどだからその誰かが何か歌うたんびに「<laughs> そ<の>いやって言って猫が潜むようになってしまったよそのバーンスピーカーからかすかに「<ー>聞こえるっていう毎回ねそれがまあ面白かったねいやーです、はい 最悪ですよ。最悪うん。いや、俺は、あの、いたら絶対やってるけど。やるタイプよね。めちゃくちゃやるし。多分ん、わパぱって言いそうだもん。わっぱっって言いそうだもんね。なんなら、ボールで、猫の構えして言う。いや、もう、ダメさ、見つけてくださいよ、しも。いやいや、やめてくれよ。ボールでちょっと丸まってって言うやめて、やめて、やめて。やめてくれ、マジで。 で猫の喧嘩たね、あれは。いや、悪いわバレてどうなった別に何もない何も別にそこに来るとかはない別に何もない一歩間違えばよこれうん。もうなんかみんなも多分テンション上がってたしああ許される状況だったのまあ、猫歌う人は優しいからなまあそうねうん。 それできましょう猫歌う人は優しいからそんな怒る人はいないそう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 でも北村匠海だったら怒ってるはず本人だったらねさすがに本人だったら怒ってるかもな北村匠海が歌ってたら俺は言わんかええ見るか言ってよ見るって北村匠海でも言ってよ言わんだろ北村匠海の時にだけ言っていや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 いいやいやい ニャーこの途中でニャー途中でニャー言われたことあるないかもなないなさすがにさすがにないんじゃないファーストテイクとかでコラボしたいですね俺らもなんかっていうだけの要因バレたらダメねバレたらダメなんか別スタジオでねああいや同じとこ行けよとかちゃんとやるよ俺あ最初のないいよニャーのニャーしか言わないの <Yeah. 笑> いらんだろ最初に <laughs> はい、と、えー、いう感じでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと一旦 CM 行きましょう。はい、CM です。アイドマ印刷です。印刷でお困りの中南部の皆様へ、地域に寄り添い、創業42年の実績で、お手頃な価格とスピーディーな対応で力になります。印刷のことならアイドマ印刷にお任せください。電話番号0988331122 生活楽館サンフティーマ毎日の暮らしの中の小さな幸せそのあなたの笑顔を見るために私たちは天間から地域を支えます太陽のように地域を照らす場所サンフティーマおかげさまで20周年これからも地域と共に歩みます何食べたんぱく牛角カルビとダブルタンたバター 牛角おいしい <laughs> ラーメン食べるからラーメ食べたいおいしいやってる牛角牛角技能アンテン好評営業中はい、戻ってまいりました早いって、はい、<laughs> 早いって早い <laughs> CM の…マジだからこれ編集だから<ジ> CM の間は5秒分けてくださいって言われてるさ、うん、今何秒だった3秒さ毎回3秒なんだよなちゃんとこう時間見れるのよ おう見,ら見た上で3秒見た上で 3, 3秒なんだよな見て3秒でやってんのそう見たらいいよ5いけよ5 <laughs> 待てよちょっとじゃあ2位待つじゃいやいやいや別にその2位待ったところでなのよ <laughs> <laughs> ただ無音の2秒が続くだけなんですよええとですねあ,<ー>あのー、コーナーしたいからなぞなぞ送ってくださいっていうねあのコメントしましたけどもなぞなぞ2問来てます、うん、えー、すごい いきます謎々2問来てる謎々2問来てるんで皆さんも一緒にお答えしていただければうわいいですねはい、いきましょうお願いしますラジオネーム <laughs> パンケーキ撫でたいさんからです出たおいパンケーキ撫でたい、はい、パンケーキ撫でたいから来ましたねパンケーキ撫でたいパンケーキ撫でたいね触んなまずパンケーキで、ねはい、ちょっと変えてよラジオネームあー変えてうわーやば <laughs> パンケーキなでたいあわかるよでも先週も来て先週も来てた先週も来てたパンケーキなでたいでもう一つ来ててラジオネームありますいいですねそういうことですよもう一つえじゃあラジオネーム読んどこよラジオネームパンケーキなでたいいいよいいよもうパンケーキなでたいわ二つパンケーキなでたいさんから来てますもうパンケーキなでたい なで,でななでいでパンケーキえじゃエンディング <laughs> っていいダメよ。<laughs> ダメ。足りない。<laughs> 足りない。<laughs> パンケーキ足りない。<laughs> パンケーキ足りない。パンケーキ足りない。めんどくさっていうコメントをだきました <laughs>、はい。じゃあちょっとじゃ読みますか。お願いしますはい、パンケーキなでたいさんからのなぞなぞです。はい。かけたり。 立ったり潰したりはできるけど戻せないものはなんだ、えー、かけたり立ったり潰したりできるけど戻せないものはなんだ戻せない戻せないええー。え、かけたり立ったり潰したりできるけど戻せないものかけたり答えが皆さん分かっても、えー、コメントでは 分、えー、かった後だけ言ってください立ったり潰したりできるけど戻せないもの戻せないなんだろうえーえー、なんだろうマジでむずいなかけたりうん立ったり潰したりできるけど戻せないものはなんだ、うんえー、かけたりったり たり潰したりでしょかけたりかけるかけたり立ったり潰したりか <っ S 1> ける立つ潰すでも戻せないもの戻せない戻せないがねそうなのよねどっちなんだろうっていう戻せないっていうのがキーになってるよねこれは <laughs> <laughs> 当たり前のこと言ってんだよな <laughs> 俺ら <laughs> これはねやばい充電も少ない携帯の立てたり4%しかないあ終わったね終わり終了ですね途中で消えるかも、うん、英語でトラワタイガーゾーエレファントではカッパはてかけたり立ったり潰したりかけたり途中でインスタライブは切れるかもしれません えー、かけたりたったりつぶしたりできるけど戻せないものなんだマジでお,おかけたり算数算数か,かける立けたりつぶすってことたしたりつぶすたぶんうかもしれんけど、うん、かき氷かけたりたったりはなんかあのだーってたつじゃん氷がえが、ー、かき氷ですか どうだつぶしたりもできるじゃん。かき氷。ぎゅってするってこと硬い一個の氷にするってことでも戻せないじゃん。確かに戻したい。戻せない。いやまたこうとげば戻るんじゃないいやその元あったやつああなるほどね。つぶしたやつはブッブーって違うんだ違う。まあち違うとは思ってたけど。だからあれじゃないかけ算とか足し算たったり足したりつつぶは マイ,マイナスとかじゃん <laughs> <laughs> そしたら引いたりっていうかけたりたケチャップとかじゃないかけたりオムライスでかける、うん、でそのまま立てれるつ潰せるでも出したの戻せないでしょ確かにケチャップじゃマヨネーズでもいいじゃんオーロラソース <laughs> <laughs> えマジでむずいわ 分かったっていう人もいるわ。ええ、すごいな。俺だけ答え見るもう。うああ<ー>。あの終わりそうだから、<い>うん、答えなんですかね。なん<い>だろう。二つ。二つある。かけたり、立ったり、潰したり。え、かけたり、立ったり、潰したり。するけど。戻せないもの。ーええー。 なるほどああなるほどかけたり立ったり潰したりはいはいはいそうそういうことかうわうわええこれいい問題ですねこれはいい問題だねでも答えは納得いく納得いくそういうことかかけたり立ったり潰したりその答えはかけたり立ったり潰したりするかけたり立ったり潰したりする <laughs> でも戻せない 戻せない。へ、えー、うわー、戻せないね。深いね。戻せないな。深いんだ。うん。建物。<laughs> <laughs> えつぶすって何だ。え <laughs> つぶすとか言うな。<laughs> 怖いな。お店だったりさ。あまあまあそっか。<ー>建てたりえー、なんだっけ？かけたりかけたりって何？かけたりって何だ？パチンコや <laughs>。違う。<laughs> えー、かけたり立ったりつぶしたりうんまあそうねああ大事だね大事大事もうこのこの瞬間では大事かもこの瞬間我々の今やってる、まあ、ラジオとかでも大事かもねこれはかけたり立ったりつぶしたり立ったり立ったりつぶしたりうん 賭け事ではないですからね。うーんああ、わかった。わかった。はい、正解は。時間。戻せないね。戻せない。時を戻そう、戻せないですね。戻せないね。いや、これいい問題だな。時間か。もう一個ありますよ。かけたり、うん、時間をかける。時間をかける。時間が経つ、時間。を潰すね。潰しの。あこれね。 一本取られましたわうわいい問題だなこれはいいやいいねいいですね気持ちいいねもう一個ありますよでももう一問もう一問あります大丈夫時間は時間答え時間で時間気にしてえっと45分だから今かけたり立ったり潰したりできるけど戻せないんだから今45分 OK いけるからあと7分ぐらいってことねじゃあ OK いこう 持ち越すってのもあるからね。なるほど。来週にね。えー、いきます。英語でトラはタイガー、ゾウはエレファント、ではカッパはほう。英語でトラはタイガー、ゾウはエレファント、ではカッパはえーっとね。これ俺はもう答え見たからね。えー、あのあれか。俺はわかったぞ。わかった。うん。ほら。ポンチョ。何ポンチョ。ポンチョ。 ポンチョ、あのカッ、カッかっぱ。英語で。うん、ポンチョ。ポンチョって、あ、ポンチョじゃないか、かっぱは。違う。ポンチョじゃない。あの、かっぱでしょ、だから、言ったら。いや、わからんない、なんか。いや、そうだよ、あの、かっぱで。<laughs> あの、かっぱで。ウは英語でエレファントうん。えだった、なんトラは英語でタイガ、うん。はい、では、かっぱは。えー。かっぱの英語がわからんな、かっぱの英語がわかってたら、これ正解だもんな。言ったら。いや、わからい なぞ、まあ、なぞだからそういうことではないのかカッパはえー、いやどうだろうなこれちょっとでも安易安易すぎないそれはちょっとゾウは英語でエレファントトラは英語でタイガー、うん、じゃあカッパはカッパは、うん、カッパ <laughs> なんでかってはい 英語でって聞いてないからええ。あそういうことね象は英語でエレファントトラは英語でタイガーでカッパは英語で英語でカッパは英語で出出すすなな。英語で英語でじゃあ言っていいのね English please English please ねカッパは英語でって聞いてるのね英語でって聞いてる英語で聞いてるねじゃあ英語で答えよ <laughs> なんか分かってたみたいな感じ <laughs> だったらそこで考えようじゃはいカッパは英語で、うん、前の文章はあのブランドのカッパじゃないですからね<笑><笑>思ったけど、うん、それはカッパだもんカッパです違いますからねだから,うんだから言ったら、うん、ゾウもタイガーも、うん、俺はこれ関係ないと思うんだよねあそあうなるほどね、うん でカッパは英語でっていうところに注目した方がいいのよ。うん、そうなのよだから、それは。なぞなぞだから。なぞ <laughs> <laughs> なぞですか。カッパは英語で。カッパは英語で。カッパは英ご英語のこと。はい、もう時間も少ないですよ。 もう四十八分、五十分まででしたっけこれ？五十そうだな、五十何分？五十二分ぐらいまでか。2> 2カッパえー、のーえー、俺カッパの英語がわからないのよ。カッパの。あの妖怪のね、妖怪のカッパの英語がからないか。違う違う違うじゃないじゃない川流れの。違うあの緑の。きゅうりが好きな、ね。きゅうりが好きなじゃない上頭にお皿がじゃなくて。お皿があの子の、ね。そのカッパじゃない方の<う>雨が降った日に切るカッパよ。うん ああじゃ雨が降って湿気が出る時にねあのカッパ出てきます。あの緑の妖怪じゃないよ。キュウリ、キュウカンバー。キュウリが好きなキュウカンバーが好きな。ね。キュウリは英語キュウカンバー。ピクルス。ピクルス。ピクルスか。かキュウカンバーじゃない。キュウカンバーだと。キュウカンバー。それスイカじゃない、キュウカンバーって。いや、ウォーターメロンじゃない。ウォーターメロンじゃない。なんとかメロンじゃなかっったけあそっかそれがスイカか。そう。だから。 そう、象は英語でエレファント、トラは英語でタイガー、キュウリは英語で。キュウキュウカンバー。あ、いや、問題変わってるな。え、だからカッパは英語で。いや、カッパのだから、英語がわからないのよ。じゃ、あもう終了ね。あの、傘はわかる、アンブレラ。ああ。傘はわかる。はい、はい、はい。でも、カッパの英語がわからないから。これは。一応、答えは。答えの。ま、まきびし。まきびし。答えの。 導きし、導きしいってなに、導き言えてるのに <laughs> 何何何何、導きしき。で、何が言えてる、でも、分からなくなってる。分からない、<laughs> カッパの英語が分からなさすぎて、やばい。頭が、みき。やばい。みきみき、きもういい、もういい、もういい。みきみきみき。終了です。ばさ<サ>。はい、ばさ開いた。はい、ポンチョは惜しいですね。だから、そういう考えなのよ。はい。じゃあ、答えは来週ということで。いやいやおい、一応やっとするな。はい。正解は。うん。 レインコートでした。ああレインコートね。カッパですね。ありがとうございます。あレインコートね。はい、ありがとうございます。マジでいいパンケーキなでたいさん。あれだす。めちゃくちゃいい。パンケーキなでたラジオネームだけ、変えてもらえる。ラジオネームはね、あの固定じゃないんで。そう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 。もうでもいいんで。面白がってあの毎回変えてきてください。お願いします。はい、ということでじゃあちょっと告知いきましょう。お願いします。はい、ええ四月の二十、二十日、二十一日土日ですね。うん。ええ 第16回沖縄国際映画祭、うん、島全部で大きな祭がありますだから行ったら今週土日だねそうですね、うん、今週土日になりますのでねはい各いろんな会場でねあのイベントやってますので詳しくはホームページをご覧くださいお願いします、はい、お願いしますあとあれですねネタ絞りネタ絞りに僕らも出ますいつ,いつだっけえーっとですね、うん、なんかあったよねいつだったかやばいつだったかなんかあったよね ネタ絞りがあるんでだからいそう、ネタ絞り。えっと、4月のね、うん。やばいやばいやばい。10?20? 最後の土曜日よね。うん。27日。27日にネタ絞りあります。4月27日土曜日、えー、19時からです。19時から。そうですね。はい、お願いします。会場は重ねです。チケット前より当日1500円です。はい。 お願いします。いますはい、以上でございますね。はい、はい、皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。また来週もお聞きください。はい。以上、お相手は花フラワーの領事とえー、花フラワーの金城一流万倍君でした。変わったんだった。ありがとうございました。<laughs> あ